れたかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋。一緒に手を練って行ったのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな石鹸カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。バカかったあの頃、何も怖くなかった。ただあなた優しさが怖かった。私の似顔絵うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿。あなたは私の指先見つめ、帰ってきたのよ。バカかったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが